ということで始まりました、スマホしたいねんのお時間がやってまいりました。まあ、前からですね、いろいろとやっておるんですけれども、なかなか音響に関しては技術がなくてですね、経験がなくてっていう方が正しいんですけれども、いい塩梅になってなかったんですが、今のですね、IT 事情を鑑みてですね、やはり音声ももうその昔の業務機とかでやってる場合じゃないだろうということで、一部使いますが、今日は iPhone、スマートフォンを使ってですね、音響の方をちょっと立派に仕上げてみたいなということで、革新的な実験もしたいなとは思うんですけれども、実際はどうですかね。進めていきたいと思います。こういう風にですね、メロディアスな音楽になっていくと大変聞きやすいと言いますか、当然音っていうのはですね、映像と合うととても気持ちがいいっていうのは、DJ もっと発展系の VJ というもので、皆さんご経験あるかと思いますけれども、こういうこういうタイミングで何か出して、でさらに映像がひっついてるとですね、なんかインパクトがって言いますか、やっぱりリアリティになるんでしょうかね。そういうものがあります。はい、ということで、ぼつぼつですね、BGM っていうのは変えていくと便利でかつ新鮮ということになります。これをですね、実はタップでボコボコ変えていっておりますので、話の流れに合わせて変えていけばですね、より、中身はないんですけれども、クオリティの音声の、BGM のクオリティの高い番組になっていけばなという、淡い期待を持っておる次第です。スマホ、こんなことがですね、もう本当に個人で配信できるようになったっていうのはいい時代だと思いますね。はい。これなんかは、2つの音声が、別々で鳴っておるんです。で、それを、同時再生やってることで実現してるんですけども、やっぱり性能が足らなくなるのか、バグなのか、だんだん音が合わなくなっていきます。この怪しい音楽の中ですね、もう一つ別のツールの方でちょっと遊んでみたいと思います。こんな感じですね、BGM は鳴らしながらの、さらに効果音を鳴らすと、こんな風にですね、写真を横で撮る人がいるかのような音響を与えることもできますね。はい。ちょっとやっぱりずれてきておりますね。実は言うと、ご存知かもしれませんが、お分かりの人もいるかもしれませんが、これは音声オンリーでやっております。間違えました。 iPhone1 台で音楽自体は鳴らしております。それと、マイクはあるんですけれども、それとつなげて、最後、ミクサーで、配信という流れになっております。嬉しいもんですよね、こういう声はね。お母さんご飯、たまにはそういうご飯の時間だよということもありですし、必
かなり後ろがですね合わなくなってきてますね。まあ一体何がしたいのかというところですけれども、まあ要はまあ個人がですねこれから配信っていうのはもう本当に簡単になったという環境と同時に、情報発信というものの質、中身が、そしてクオリティが変わってくるもんだと、確信しております。まあ従来はネット配信っていうのはですねパソコン1台で何でも簡単にできますとかって言って、まあ、一世を風靡したわけなんですけれども、まあ、あくまでもそれは実験段階だろうと、まあ、当然パソコンの中っていうのはノイズも多いですし、まあ、それ以前にですねそんなウェブカメラを使ってもですね大したことはできません。画質が悪いですし、大体、まあ、見るに耐えれる画質はなかったと思います。まあ、それがですね、まあ、さらなるパソコンの高性能化もありますが、まあ、周辺機器ですね、まあ、これが充実したっていうところが、クオリティが上がっていく、まあ、きっかけになったんじゃないかなというふうに思います。もう本当ですね、まあ、まあ本当にスマホしたいね、まあ、こういう時代ですからね、もうやりたいことを全てできると、まあ音頭に関してだけでもまあこんだけのパワーがありますし、まあそこにビジュアルをくっつけていくと、まあ例えば VJ であれば、音声配信ですので、まあ映像のビジュアルをですね、配信装置の方に表示して、でまあ音もそこに入れて合わせていくと、それだけでですね、十分立派な番組になるんじゃないかと思います。まあ、当然人が画面に出ているのが安心して見えるんですけれども、まあそんなうざったいやぼったい人間、であればですね、まあそんな顔を堂々と近づける必要もなくって、まあ始まりのところのちょっとだけ顔を出すとかですね、肖像画としての、まあ、写真を横に置いておくとか、まあ、ちっちゃくていいと思います。まあ、やっぱりビジュアルっていうのはもともとよほどじゃない限りは女性のものだと思っておりますんで、はい、ということで、まあ、スマホシャイニング、まあ、これがですね主題でありますんで、そろそろ、お別れの時間にしたいと思っております。ご清聴の方どうもありがとうございます。